ウィース、仙道です。こんにちは。こんばんは。今日も FIFA 21をやっていきます。じゃあ今日もオンラインシーズンの前回の続きからいきます。ディビジョン3は残り4試合となっています。そして、現在の勝ち点が9にとどまっていると。そしてタイトルには勝ち点21が必要ということで、すなわち残り4試合で勝ち点12を獲得する必要があります。ということは、我々、レアルマドリードは残り4試合全勝する必要があります。第2タイトルを勝ち取りたいと思います。それではスタメン発表です。ベンゼマをスタメン復帰させました。マリアーノは今回ベンチスタートです。そして、モドリッチもちょっと今回ベンチからスタートでクロース先発でいきたいと思います。でかあれですね、なんか多分ライブアップデーみたいなのが前まで多分反映されてて、ベンゼマとかモドリッチとか90だったと思うんですけど、そのシーズン終わっちゃったからもうライブアップデーが適用されてない感じで、この素の能力値になってる感じですね。なんでモドリッチとか87まで下がってしまっているという状態です。ベンゼマ89まで下がってます。それでは試合いきます。マッチングしました。お相手はトッテナムということです。試合始まります。トッテナムホットスターがレアルマドリードを相手にします。いや、絶対勝つよ。いや、ね、トッテナムは結構ありがたいかもな。トッテナムは多分星5じゃないと思うんだよな。4-5、多分4半なはず。中当たり前のようにスタメン出場してます。パスで釣りました。いや、デレアリスタメンか。ナイスバラン。仲いい。いい展開。アザール。一回キープしよう。しっかりキープします。どうする?クロス。クロスへ。こう引いて打っちゃう。うん、オッケーオッケー。ベンゼマ。やっぱあなたはエースだよ。この前はマジでごめん。マリアの先発とかいう、奇策に出てしまって。ディフェンダーのインターセプト。うわ。マジか。いやー待って、もう早くね、ベイル。意外と FIFA だと遅い印象だったんだけど。これはコーナー、このコーナー、クリアクリア。ちょっとクリアが小さいか。頼むよ、やらすなよ。絶対やらすな。誰だ?デレかな?デレあり。デレ。はい、デレくん。縦当てる。サイド展開、いいよ。2対1の状況を作って、どうする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 打っちゃう。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ、あんな感じで開けてくんな、俺シュート打っちゃうわ。ソニーはほんと警戒。ハリー・ケインに渡った。あー、取れるか?ナイスナイスナイス。攻守の切り替えが大事です。で、アザル。来た来た来た、ナイス。さすがの展開力、トニークロース。これは打つわ。打て、決めろ。いやー、アザール、アザールがだいぶキレ取り戻してるからな。いいよ。どうする、逆サイ行こう。オッケーオッケー、押し押し。てめえ、カルバール下がっといてな。ケイン警戒。すみません。ナイス。いや、やべ。まずいまずいまずい。下がれ。打たすな。ナイスキー。ナイスクルちゃん。中井もらえる?オッケーオッケー。オフサイだよね、多分。いいパスだけどね。まずい。これ潰せない。え、うまい。ナイスキー。クルちゃんいいぞ、今日。今日当たってる日。展開。オフサイド、どこ落下点が。いやーなんかいまいちうまく攻撃できないな、今日。まず、オフサイないか。レギロン?レギロン、まさかのレギロン。レギロンなら打たせたいけど。やっぱケインに打たせたくない。メンディ頼む。やらすな、やらすな。上げさせるな。いやー、マジか。オフサイ危ねえ。アザール一回突破する?ベンゼマ。頼む、アザール。アザールに渡った。一回テック見せて、シンプルに上げてみるか。ベンゼマ!あ、クロースだった。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。ちょっとすげえ潮試合だわ。マジで申し訳ないっす。なんかうまく攻めれない今
いや、0-0か。でも相手にも全然攻めさせてないもんな、正直。形、どっちも作ってないもんね。出てない、出てない。繋いでこう。いやー、なんかシュートも少ないんだよな。ベンゼマ来て、打て！ベンゼマーシャイ来たよ。来た。さすがだな。やっぱ俺らのエースはこいつだよね。いや、ベンゼマ最高だな。最高のベンゼマ。いや、ユーロ初戦楽しみだな。ドイツ戦だよね、確か。明日か明後日かな。今日は撮影してんの6月15日です。確か明日か明後日の早朝4時がフランスの初戦だった気がします。いやー、で、今日6月15日っていうことであれっすね。ニンテンドーダイレクトでワンチャンあれっすね。マリオカート9が発売されるんじゃない、発表されるんじゃないかと噂されてます。中へ走ってこい。え？打っちゃう？うわ、オフサイか。まずい。注意。あ、やばい。そうに、まずい。オフサイは？危ねえ。頼む、ナイス節。さすがラモス。中井、あるぞ。中井、いやループ。ガンナあっさり止められるか。いや、青さがやっぱまだところどころ青さ出るよな、中井の。まずい。まずいって、それ奪われんな、まずい。オッケー。止めるぞ、絶対止めるよ。マジで勝ち必要だからな。引き分けも許されないよ。これクリーンシート、ナイス。うわ。さすが。アザール行こう。通るんじゃない？これは。中井も走ってこいよ。中井ファールは？いやー。来た。これ、いや、ミスったー。ディフェンスの対応が光ります。ナイス。レアルマドリード縦当てて中井ファンタ、いやーずる、青さ。中井がまずい。ソニー注意、本当に警戒。逆足も蹴れるかな、こいつは。ベイル怖え。フルスダンやめて。オッケー。アザールさん、ナイスパス。中井、行こう。ループでけえよ。選手交代しました。ロドリゴに変えてビニシウス、クロースに変えてモドリッチ入れてます。ポジションはそのままのポジションね。ビニシウスが右のウィングで、クロースじゃなくてモドリッチが右のインサイドハーフ。いやー、でもこれちょっと不安だな。 1-0 は本当に不安だから、もう1点は本当に追加点欲しい。中井さん、逆サイ展開して、打っちゃう。いやー、ここで残留を決められれば選手たちも心にゆとりができるでしょう。とにかく最後まで、ナイスパス。さすがバロンドーラー。いいよ。シンプルになんか変なクロス。仲いい。ああ、待ってよ。カウンターが怖い。逆サイ。ソニーは本当に警戒ね。でも全然やらせない。全然。まずい。打たすな。ナイスキー。さすがクルちゃん。正直、カシマリもありだな、カシマリ。ベンゼマ。で、ビニシウスでちぎれるぞ。レギロンのスタミナがな、なくなってる。なくなってる、こいつのスタミナがなくなってて。仲いい！よっしゃい！仲いい！こんにちは！中井こんにちは団来たよ。久々のゴールじゃない？オッケー。試合通してのスタッツこんな感じです。そして中井が
マンオフザマッチ獲得しました。評価点 8.7 でマンオフザマッチ獲得です。1試合目勝利飾ることができました。続いて2試合目いきます。状況は全く同じです。残り3試合全勝が絶対条件です。スタメン発表です。スタメンは先ほどと全く同じメンバーでいきたいと思います。さあ、マッチングしました。対戦相手、リバプールです。いやー、やべ。いきなり。マネのスピードは本当に警戒。誰だ、ワイナルドム。相手のフォーメーションはなんだ、4-3-3 なのか。ナイス。ブラジル対決。イオ・ロドリグ、一回。ああ。うわ、いいタックル。リバプールにチャンスが来ました。マネは本当に警戒したいな。やっぱか、やばい。まずい。ナイスキー。あぶね。クルトは今日マジでキレキレだぞ。さっきもめちゃくちゃ止めてたし。さりげあれだもんな。クリーンシート初だもんね、俺ら。俺の実況の中では初めてだもんな。いやー無理か。無理あった、無理あった。クロース、ベンゼマ、中井も来てるよ。アザール、オフサイか。マネを本当に警戒な。もう、下げるわ。まずい。G に、ビルミーの声。ナイス D。OK。勝てーぞ、真ん中。中井スルーパス出せる？ナイスパス、ナイスパス。ナイスパス、マジナイスパス。これどうする？引いて。いやー、やらせてもらえねえ。あ、ようやく入っちゃった。ナイス展開。いいよいいよ。落ち着いてこう、落ち着いてこう。中井オフサイかな、これ。青さ。チャンスと思いきやオフサイドボールを失いました。無失点でいくぞ、この試合も。中井ナイスボール受け。ベンゾン。中井。一回ドリブル運べる？ファビーの相手だけど。オッケーオッケー。ナイス展開、ナイス。ベンゼマ。オッケー、クロス。引いて、打って、クロス、ナイス。いいね。30分先制。オッケー。ナイスクロスちゃん。トニーさんやっぱ展開力めちゃくちゃさすがだけど、さりげ点も2、3点取ってるよね、俺の実況の中で。頼むよ。警戒警戒。フィル、G にも上がってきてる。やらすな。オッケー。え？これはいい位置でのフリーキックです。狙ってくんのこれ。おお。独特なやつ。あぶね。高校サッカーみたいなサインプレイしてきた。オッケー、潰そう潰そう。しっかりボールを保持しています。やらすな。オッケー。キーパー下げるわこれ。メンディー。オッケー、中井。オッケーオッケー。いいね、いいね、いいね。おしゃれしちゃって。いいよ、いいよ。攻撃、つかさどる。つかさどってよ。一回アザールキープできるか。オッケー、オッケー。ナイスキープ、ナイスキープ、ナイスキープ。サポートくれ。中行く。あー、惜しい、惜しい。オッケー、オッケー、オッケー。前半終了。前半のスタッツこんな感じです。じゃあ、後半行きます。レアルマドリードのリードで後半開始です。頼むよ、集中して。いや、つが俺の動画マジ見てくれた方本当にありがとうございます。いや、まだね、俺、誰にもね、言ってないんだよね。その友達とか家族とかに YouTube チャンネル開設したっていうことを、まだ誰にも言ってなくて。というのもまあ、その、友達とかに言ったらまあ、多分見てくれるじゃないですか、少しは。で、そういうのなしで、マジで知らない人からの視聴回数だけで再生回数とか何回いくのかなっていうのを実際最初試してみたかったから、まだ誰にも打ち明けてなくて。で、意外とでも、FIFA の1回目の動画とか、その中井青さ出るとかの動画、もう普通に再生回数10回いってたんだよね、今。今投稿してから多分、やべえって話してたら失点したよ。
なんかその中井青サベルとかの動画も意外と再生回数10回いってたから、どうなんだろう。でも再生回数って実際、そう一瞬開いただけでも再生回数としてカウントされるのかな。それがちょっと気になるわ。何分か見ないと再生回数としてカウントされないのか、オープンで。実際どうなんだろう、そのアルゴリズム的にどういう仕組みになってんだろうね。公開されてんのかな、それは。でも意外とまだ知らない人にも10回とか再生されてたっていうのがかなり嬉しかったですね。でもまあチャンネル登録は誰もしてくれてないですね。いや俺は正直動画はまだ下手だもんな、実況が。全然見てておもろくないもんね、正直。でもこれから上手くなりたいけど、頼む！まずい！ダブね！ビニシウス投入しました。ロドリゴアウトです。右シウス。右シウスです。まずいよ。まずい。いやー。待って。勝たなきゃいけないんだぞ。ひらめ話ばっかして、2失点もしてるよ、俺。最悪だぞ、これ。頼むよ、絶対取り返すわ。集中。まずいまずい、サラーは本当に怖い。いや、待って、上げさせんだ、ナイス。クロス。ビニシウス行こう。行こう。絶対決めろよ。おい！おい、リアル出てんじゃねえかよ、ビニシウスの。いやー、集中。まずくね？嘘だろ、ナイスキー。もう80分じゃん。あと10分しかねえ。2点取れんの、こっから。ナイス、ベンツマン。いやー、素晴らしいタックル。いけ！ビニシウス。ここはテクニック見せる。いやあ、危ねえ。中井、頼むって。まずい。やばい。これファールで、レッド覚悟。しょうがない。しょうがなかった、今のは。レッド覚悟だけど。だよな。いや、でもしょうがない。今のは、タックルせざるを得なかった。フォーメーション変えました。もう 4-2-4 で勝負出てます。マリアーノを投入しました。カゼミロアーツです。いや、4-2-4 って言ったけど、正確には 3-2-4 でした。オッケー。ナイスフィニッシュです。行こう。ファール。オッケー、行け。これはレアだ。スローインです。終わってしまう。俺たちのマドリーが。やべ。ナイス。上がれ。マリアーノ行ってこい。おせえ、ファンダイクは怖すぎる。ビニシウス、頼む。ビニちゃん、いやー。あと1分、絶望。リバプール、パスをつなげない。モドリッチ。アザル。思い出決めて。思い出だ。このシュート。クロスのコーナーで再開。チャンスの余地。もう終わったな。ああ。2試合目終了しました。夢がディビジョン3優勝という夢がついえてしまいました。いや、優勝したかった。いや、申し訳ございません。タイトル届けることはできませんでした。でも残り2試合あって、まだ2連勝すれば昇格、ディビジョン2に上がるということは達成することができるので。次のパートは残り2試合、絶対2連勝飾ってディビジョン2に昇格したいと思います。それでは今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。